ヨーゼフ2世は、神聖ローマ帝国のローマ皇帝、オーストリア大公、ハンガリー王、ボヘミア王。ローマ皇帝フランツ1世とマリア・テレジアの長男、マリー・アントワネットの兄にあたる、ハプスブルク家の男系は、母、マリア・テレジアまでであり、ヨーゼフ2世以来の代から、ハプスブルク・ロートリンゲン家となる。全名は、ヨーゼフ・ベネディクト・アウグスト・ヨハン・アントン・ミハイル・アダムフォン。 ハップスブルク・ロートリンゲン、父・フランツ一世紀の死後、母・マリア・テレジアと共に共同統治を行う。啓蒙思想の影響を受けながら、絶対主義の君主であろうともした、啓蒙先生君主の代表的人物であった。その政策と思想は、ヨーゼフ主義と呼ばれ、その急進的改革ゆえ、民衆王、皇帝革命家、人民皇帝などのあだ名がある。 軍服姿のヨーゼフ2世、ヨーゼフ2世の共造オーストリア継承戦争時に、長男として生まれたため、母、マリア・テレジアから非常に愛された。1760年、同年齢のパルマ公女、マリア・イザベラと結婚し、優美な彼女を熱愛するが、1763年に、イザベラは天然痘に離病し、第二子を相残した末に会えなく、世を去る。絶望したヨーゼフは、 彼女の面影を求め、イザベラの妹、マリア・ルイーザとの結婚を熱望するが、結局1765年に、皇帝位にもついていたバイエルン選定校、カール・アルブレヒトの娘マリア・ヨーゼファと再婚した。しかし、ヨーゼファには見向きもせず、1767年、ヨーゼファの死後は独身を貫いた。また、かつて母の婚約者候補だったプロイセン王フリードリヒ二世を、 崇拝し、その啓蒙主義に傾倒して、母を悲しませる。また、自分より高い才能を持ち、かつマリア・イザベラを礼遇していた経緯から、姉のマリア・アンナを深く憎悪していた。1765年、父フランツ一世の死に伴い皇帝に選出される。母以上に徹底した改革を行おうとしたため、たびたび母との間で衝突が起こった。1772年、母、 マリア・テレジアの反対を押し切り、プロイセイやロシアと共に、第一回ポーランド分割に加わって、領土を広げた。しかし1778年から1779年のバイエルン継承戦争では、崇拝していたプロイセンをフリードリヒ二世と交戦することとなり、バイエルン地方への領土拡大の目論みは成功せず、イン川沿いにわずかな領土を得るにとどまった。 1780年、マリアテレジアの死により単独統治を開始、翌1781年に、濃度解放令を発布した。これは、領主貴族ではなく、君主による農民の直接支配を図ったものであり、フランス革命以前のヨーロッパでは、最も革命的な改革であった。また、同年に、宗教寛容令を発布して、ルター派、カルバン派、 正教会の住民に公民権上の平等を認めた。さらに教会への給付金を縮小し、教育や病人看護をしない多くの教団や修道院を解散させ、その財産を国家が掌握することで財政を止ませた。また、行政と司法の改革をして、貴族の特権を廃止して弱体化させた。その他に、皇室の領地であった。 プラーター公園を一般市民に開放したり、小学校を多数建てたり、ウィーン総合病院を開設するなどの政策を行った。この間にかねてから像をしていたマリアアンナを宮廷から追放している。このように、貴族勢力と教会の弱体化を図りつつ、商工業を発達させ、布告強兵、王権強化を図ったが、その改革の多くは、 抵抗勢力に阻まれた。1790年、フランス革命が激化する中で病で死去した、父フランツ一世から、トスカーナ大公位を継いでいた弟のレオポルト二世が、代わって皇帝位を継いだ。1777年に自ら、フランスを訪ね、妹のマリー・アントワネット及びその夫のルイ16世と、会談し、夫婦仲を取り持つことに努め。 その翌年にマリーは初めて子を設けることができた。ただ王として、改革の多くが挫折に終わったことから、母、マリア・テレジアと比べてヨーゼフは、否定的な評価を受けやすい。尊敬していたプロイセン王フリードリヒ2世にも、第一歩より先に、第二歩を踏み出すと揶揄され、またヨーゼフ自ら選んだ、墓姫は、良き意志を持ちながら、 何事も果たさざる人ここに眠るという皮肉がこもったものである。しかし、ヨーゼフの提示した改革理念は、いわゆるヨーゼフ主義思想として、その後のオーストリアにおける改革運動に影響を与えた。後世、1848年革命の最中に即位したフランツ大公は自由主義者をなだめるために、ヨーゼフ2世の名を借りて、フランツヨーゼフ一世として即位した。 ヨーゼフ2世の文章ヨーゼフ2世は文化の発展にも意を持ち、特にイタリア人が占めていた音楽の分野ではドイツ音楽を意識してモーツァルトを宮廷音楽家として雇っていたことでも知られる。映画アマデウスにもモーツァルトの才能を認め、あるいは対立する姿が描かれている。しかし、かつて強引に越見したレオポルトに反感を抱いていた母。 マリア・テレジアと宮廷から嫌われたことから、モーツァルトに与えられたのは、冬の間舞踏会用の音楽を作曲する仕事のみで、しかも宝球は、前任者の半額以下の800フローリンに過ぎなかった。代わりに、彼はアントニオ・サリエリを迎え入れ、自室で演奏をさせるなどしていた。音楽だけでなく、何事に対しても同一的なものを強調する傾向にあった。 ドイツ語を国語に定めようとし、大学の授業における言語をラテン語からドイツ語に改めさせた。ヨーゼフニセヒのドイツ主義はドイツの思想家たちに注目され、多くの国家主義運動家がウィーンに最大の望みをかけた。詩人フリードリヒ・ゴットリープ・クロプシュトックは、ウィーンに国民的文化院の設立を計画したし、劇作家ゴットホルト・エフライム・レッシングもまた、 ウィーンこそがドイツ人の国民劇場を建てるのに最適な地であると考えた。ウィーンの芸術をドイツ化するためにドイツ演劇の劇場の設立を考えた。ここで言うドイツ演劇とは純然たる演劇ではなくドイツオペラすなわちジングシュピールであった。民衆劇としては様々な点で程度が低かったが、これをイタリアオペラに対応するものにまで程度を引き上げようとした。なお、 これらのドイツ主義的な文化政策にもかかわらず、ヨーゼフ2世自身はイタリア趣味の人間だった。これらの文化政策はドイツ民族主義の公用に応えたものという面もあるが、当時のフランス語やイタリア語による拡張高い劇は、ほとんど貴族のためのものであり、採算が合わなくなってきていたことも大きな理由の一つである。劇には言葉の普及や、 教育の効果もあったので、ドイツ語で行った方が、市民も理解できて、教育にも良く、入場者も増加するだろうと考えてのことであった。マリア・イザベラとの結婚式 AB ・渡辺 P94、ABCD ・倉田 P. P94、ABCD ・渡辺 P95、ハット AB 渡 P ・渡辺 P96、渡辺 P97、渡辺 P101、AB、ありがとうございます。